ではこれからですね、タンパクの構造に基づく方と、並んで非常によく使われるリガンドベースドラッグデザインという方法について紹介します。でこの方法ですね、実は製薬会社創薬の歴史から言うと、タンパクの立体構造がない時からこの方法だけはよく使うことができていました。なぜかというと、まずクエリーとなるリガンドがあれば、そこをヒントに人が合成ができたからです。ちょっと補足すると、例えばヒスタミンっていう、花粉の時期にはそれが大量に出て過剰反応を起こしますけども、ヒスタミンっていう物質自体は皆さん普通に持っている内在性リガンドですね。だからヒスタミンにくっつくヒスタミン受容体は少なくともヒスタミンの形を認識しているはずだから、それを止める薬っていうのはヒスタミンをいじっていけば多分なんかくっつきながらレセプターの機能を止める薬ができるかもしれないっていうふうに、レセプターの形を知らずしても人が試行錯誤で、お薬の発見にたどり着いたわけですね。そういう意味では歴史的には先ほどの SBDD よりも LBDD の方が非常に歴史は古いです。でこの LBDD なんですけども、やっぱりもともとあるクエリー分子があって、そこからどれぐらいのレベルまでのものとして新規の化合物を探したいかっていう目的と方法が明確に分かれています。例えばクエリーからすごく似てるもの、ちょっと違うものを欲しいなという時には、部分構造検索、化学式でいう部分構造検索であったり、化合物の骨格の類似性を測るシミラリティサーチというタンパクの配列のシミラリティサーチと同じですね、すごく似てるものが、ないかどうかということを探すという方法があります。でもう少し化合物の骨格は違うんだけども作用基準は同じものが欲しいなという時は、ファルマコフォアという概念を使います。これも後で紹介します。それに基づく検索方法として、ファルマコフォアサーチ、こんな感じです、イメージです。こういうものを使った、探索をしますし、いやいやもっとドラスティックに化合物を変えたいなという時は、形状だけ似てるものとか形状の上の電気的性質だけ似てるものを探すというシェイプ形状比較とか、そういうものを使って似て非なるもの、作用基準として似てるけど検問タイプとして非なるものを探しに行くというふうにこうレベルが変わっていきます。また中間にディスクリプターシミュラリティサーチってもありますけど、これも後ほど紹介します。先ほど、ルールオブファイブって言いましたよね。あれはある意味ディスクリプターで何か振り分けをするっていう意味ではこの手法のある一つの方法です。大体に薬か薬じゃないかっていう分ける、記述詞を使った分類方法に該当すると思うので、あれもまあある意味こういうレベルの検索になります。そこで注意してほしいのは、化合物の場合当たり前ですけども、ホモロジーサーチとは言いません。タンパクの場合は配列の似たものを探すっていうのはホモロジーサーチというふうに使います。化合物には進化がありません。ケモインフォとバイオインフォの難しいのはそこなんですね。でなぜかというと、化合物これ、アドレナ、ドーパミンですけども、ここに書いてると分かります、これモルヒネです。抗がん剤の末期の患者にこう使いますけども、モルヒネとドーパミンは何か祖先が一緒とかではありません。ただ、骨格としてこのドーパミンの部分構造がモルヒネに隠れています。こんなの偶発的な、だからアナロジーですよね。別に何かこう進化の結果でモルヒネになったわけではない。だから化合物、ケモインフォマティクスの面白いところは、ホモロジーがないところなんですよ。全部アナロジーの世界です。ですから、ヒスタミンっていうのはヒスタミン受容体がサブタイプ4つあります。 H1、H2、H3、H4 ってあって、 H1 は皆さんご存知の抗ヒスタミン剤、花粉症のターゲットです。 H2 はこれまた皆さんご存知のガスター点とかで胃潰瘍の薬も、あれ実はヒスタミン状態のタイプ2なんです。で、3が肥満かな。まあ、で4がよく分かってないから面白いターゲットと言われてますけども、こういうふうにヒスタミンは同一なくせに、化合物、タンパク側のヒスタミンの H1、H2、H3、H4 っていうのは、まあ、GPCR なんだけど、実は配列が結構似てないんですね。ですから、化合物はタンパクの進化をどうでもよくて、くっつくかくっつかないかという世界なんです。
なので我々は化合物の検索にシミュラリホモロジーサーチという言葉は使いません。ホモロジーという言葉を使うときには祖先が一緒だという根拠に基づいて使う表現方法ですので、我々はこの空間では全部シミュラリティサーチというふうに言います。それで、ただ一つ化合物に進化があると言うとすれば、それは天然物です。天然物は遺伝子が、代謝産物として作るものなので、一応全部体が必ずあります。この過程を経て次の遺伝子が入ってここを切断してというふうに徐々に変わっているので、天然物に関しては遺伝子と一緒にこう、伴って進化してきているので、化合物に関しては進化があると言えるかもしれません。ただ一般のケミカル、医薬品分子には、進化の概念は通用しません。だから面白いですね、そういう側面があります。だからサーチの仕方もちょっとタンパクの時のサーチの仕方とは少し変わってきます。そのように意識しながら考えていきます。で、左の方に目的書いてます。極めて似ているものを調べ尽くしたいっていう時は、構造活性を活性相関を調べたいとか誘導体を集めたいという時に使えますし、右下に行けば行くほど新しいケモタイプ、我々専門用語で言うとスキャフォードホッピングとかリードホッピング、なんか今までの骨格をポーンと飛んで、しかし機能が一緒のものっていうもので、我々ホッピングって言いますけども、これは何かというと単純な特許流れですよね。同じ作用基準で骨格を違うものを探したいという、完全に人間の都合で、まあでも、その探索の目的としては立派にこう、リードホッピング、スキャフォールドホッピングとして、我々は問題設定をしていることが多いです。それでは一番身近な、サブストラクチャーサーチとかシミュラリティサーチから、方法を紹介していきます。で、我々は化合物の、シミュラリティサーチをするときに一番ポピュラーな方法はフィンガープリント、指紋ですね。フィンガープリント検索、フィンガープリントに基づく検索を行います。で、このフィンガープリントというのは何かと言いますと、ある数の決まったビット、例えば一般的な、フィンガープリントだと990ビット列がある中で、それぞれのビットに対してこのビットはベンゼン環を示すビットだよ、このビットはある状態の酸素原子を示すものだよ、これは N だよ、 N の、二次結合の N だよ、というようにあるビットビットそれぞれに環能器とかつながり方のルールを与えてきます。そして、目的とする化合物を与えるときに、その化合物が持っているものが該当しているところにビットを立てます。ですからドーパミンの場合はベンゼンがありますし、ヘテロの誤因感はありませんからビットはゼロ。こういうふうに表現して化合物をこの部品のパーツのあるなしでこう表現すると、これが化合物を、ビットで表現した、状態です。で、例えば下の分子はこういうことになりますし、さらに下の分子はこういうビットで表現できます。それでは比較したいクエリーと対象のものがビットで表現されていれば、それの類似性というのは簡単に表現できます。通常2つのビットがある場合に、4種類のタイプの情報があります。左下をご覧ください。小文字 A に関して立っているビットの存在数で、 B 小文字 B は対象物 B の中で立っているビットで、 C は A と B の同じ番地で立っているビット、D は両方で立っていないビット、これを使うと、一番よく使われる、まあ、不一致、同じ、共通ビットを持っていないということはあまり情報意味を持ちませんので、下のようなビット情報、つまり A のビットの相和と B のビットの相和を足して A と B で共通に持っているビットを引くことで A と B の、和集合ができますから、その中で A と B の共集合を割るとこれは0から1の間でのシミュラリティが出ます。 A と B が完全に一致であれば1ですし、1個もビットが交わ、一致しなければ0になります。これを谷本という人の名前を使って谷本係数というふうに言われるんです。ですから、化合物、これもよくこの業界の常識なので、だいたい谷本係数って何パーセント何得点 0.7 って、ああやっぱこの化合物似てるねとか、そういうふうに言います。谷本係数とか TC 略して TCTC というふうに言われています。
こういうのは非常に簡単ですけども、一番キミストが分かりやすい化合物の違いという表現してくれる方法です。もう、もっと奥が深い部分でもあるんですけども、これだけで十分です。化合物の検索は、こういうビットの情報に化合物のフラグメント情報を持たせたビットで表現して、それを谷本係数で算出する。これだけを覚えてください。で、次にファルマコフォアサーチ。ファルマコフォアとはそもそも何でしょう。ちょっと定義から紹介します。ファルマコフォアとは、歴史を遡ると、生物学的透過体というものが、コンセプトとして、存在します。これは何かというと、化学式そのものは違っても、生物に対して何か与える影響が透過なもの、つまり骨格の細かいところが似ている似ないというよりも、生物に対して同じようにアクティベートするかしないか、こういうことだけで考えることを、生物学的透過体の共通性というふうに考えていて、それを医薬品向けに考えたのがファルマコアというものです。で、あまり化合物の骨格のディーテールにこだわらずに、でも重要な物理化学的機能だけを考えると、化合物の持っている特性というのはおおよそ6つに分類できます。ドナー、水素結合のドナー性があるか、カチオン、ドナー性があるか、アクセプターかで、もう少し電気的にカチオンプラスかアニオンを持っているか、リングを持って、アロマティックというのはリングを持っているか、リングじゃないけれどもハイドロカーボン、炭素差がつながっているハイドロカーボンがあるかどうか、およそ、化合物の物性をこの6つで表現したときに、例えばこの下のもの、下の、化合物に対して、それの6つの上の物理学的属性を空間的に持っているところに、このカゴみたいな球で表現した、この状態をファルマコフォアと言います。物理学的重要な要素が空間的にどう配置しているか、で、その配置がその化合物の持っている、薬理学的性質を最小限うまく表現するもの、これをファルマコフォアと言います。では皆さんに問題です。これは皆さんも結構ちっちゃい時から大きい、大人になる今までですね、多分必ず飲んだことのある、先ほどから出ているヒスタミン H1 の、アンタゴニスト、医薬品です。で、この4つを見て、ファルマコフォアはどれですかとなった場合、答えはこれです。必ず2つのベンゼンがあって、それがある距離の範囲に離れていて、で、そこから南の方に向かって、これは実はカチオンの4級カチオンなんですけども、 NH4 プラスがあります。あ、 NH3 プラス、 NH3 プラスですから、ヒスタミン一番受容体の薬のファルマコアって何ですかっていうと、活性のあるものを眺めたときに共通に何か空間的な、物理学的フラグメントがあるかどうかを調べると、このように表現できます。これが、ヒスタミン H1 受容体アンタグニストのファルマコフォアですというふうに言うことができます。ですから、こういうふうにこう分子を物理学的なこの情報だけで定式化することをファルマコフォアといって、こういうものを使うと化合物の全体の構造式は違えども、この辺りに必ずリングが来ること、この辺りに、カチオンが来ることとかですね、この辺にリングが来ることっていうことを与えて、その中で3次元で検索すると、実は全く違う化合物の構造式でも偶然同じような、物理学的こうフラグメントが、一つの化合物としてつながった状態で持っているものというのが見つかるんですね。そうすると、それ自体に、タンパクに対しては同じような作用機器を持ちながらも、近しいケモタイプとしては新しいものが発見できるということが、期待できますので、ファルマコアサーチというのはシミラリティサーチで見つからない場合に、少しこういう視点で検索をするということで、よく多く現場でも使われている方法です。で、もっと凝った人はこのファルマコフォアを使って、分子間の中でその3ポイントのファルマコフォアを考えたときに、この3つの3ポイントが、例えばドナー、アクセプタードナー間
のものが距離がどのぐらいの距離範囲にあるかっていう距離のそのヒストグラムの瓶を用意して、この場合7オームストームだからここに該当するということで1を作って、まあ、こういう距離を存在の距離を表すビット瓶のビットとそれのトリプレットの組み合わせを何だろ もう数万ビットですね、まあ、です全てのトリプレットを取るのでそれを使ってファルマコフォアフィンガープリントでこれを使って種元係数を使ってシミュラリティサーチをするという人もいます。ですから、先ほど定義した、谷本係数の場合はこうあらわに単一のフラグメントがあるかないかという有無でしたよね。それに対して先ほどの場合は空間的にどういうファルマコフォアがお互いにこう相対位置で存在するかという情報まで含めてビット化して、シミュラリティサーチを使うというこういう工夫もされています。ここの辺は情報科学的な手法のまあ面白いところですね。でこういうことをすると意外にも、似た物理学的性質を持っているケミカルコンパウンドケミカルには違う構造を持ったものが、検出できます。まあくどいようですけどもこういう方法があります。あと人によってはですねこういう表現をする方法もあります。これは、ディクソンさんデアリー・ディクソンって会社を作ってる、まあ、有名な人ですけども、化合物のこういうフラグメントを先ほどとファルマコフォアと同じようにもう8と単純なノードでハイドロフォビックノードとして表現してそれのこのつながりさっきのファルマコフィンガープリントではつながりは無視したんですね。パス長化合物がどうつながってるかってことは関係なく空間的に距離を結んでたんですがいやいや一応ケミカルなこう流れっていうのかなトポロジーは、保存したいということでこのノード間のつながりは最低守った上ででも観音器は大胆にこうノードで表現する。そうするとこれグラフになりますのであとはグラフの比較っていうのは情報科学的な手法の得意なところですね。グラフ理論で比較をする。これも、ある程度化合物のこう分岐とかは似ているけどもファルマコアはこう結構いろんな使い方をしているというトポロジーも加味したしかしやんわりとしたファルマコアサーチということでこういう方法も実は十分、似て非なる化合物を探すのに有効な方法としてよく使われています。情報科学の好きな人は多分こういう方法好きだと思います、ね。はい、で、ここまでがファルマコアの概念でした。では次にですねもう少しよりやんわりとしたファクターで似てるものを探す方法ディスクリプターシミュラリティサーチについて紹介します。ディスクリプターというのは日本語で何かというと記述詞というふうに言います。で、これもすごく、この医薬品を道具的に扱うときに重要なキーワードなので少しご紹介します。ディスクリプター、ディスクリプターというのは何かというと、何のために使うかというとこういう関係があります。分子構造を見てその分子構造がどういう分子の機能を持っているか、拮抗薬なのかブロッカーなのか毒なのかそれで、私がこう共同研究とかでお付き合いしている人にやっぱすごい、こう 神様みたいな人がいてこう構造を見て広川さんこれ毒ってこう紙に書いて構造してこれ毒だよとか広川さんこれ光るよとかですねなんかもうええと思うんですけどこれってなんかなんとかだよこれ絶対膜通らないからとかうんこういう人がいます。そういう人は何をしているかというと分子構造とプロパティがイコールでつながっているんですね。でもそれは、万人ができないわけですよ。で万人は何をするかというと普通の一般人は何をするかというと化合物を見る化合物を一回何らかの表現方法に変えるで表現方法を変えてそれについて記述書を集めてくるでそれをまとめてこういう記述書が見つかったらそれは毒だったよねっていう勉強に基づいて毒ですねっていうことを、判断するんですね。その時に分子構造を見て分子構造から、何らかの情報を抽出することをされるものをディスクリプターと言います。では、ディスクリプターにはどういうものがあるかというと、データタイプとしては右に書いてますけどもこういうものです。簡単です。分子量
原子数、結合が何本あるか、単純なところで二重結合が何個あるかとかですね、あと水素結合のドナーアクセプターの数が何個あるかとか、どういう形をしているか、こういうものというのはディスクリプターと呼ばれるものなんですね。ですから皆さんで言うと身長、体重、血圧、血液型、これディスクリプターですね、はい、こういうものです。なかなか難しいものであります。ではこれからですね、代表的なディスクリプターと呼ばれるものをこれから紹介していきます。一番単純なものは、簡易記述子と呼ばれるもので、任意の原子の種類の数、水素以外の重原子が何個あるか、窒素が何個あるかっていうものから、あと回転可能な単結合の数、こう SP3 混成軌道でもあるんですよ。二重結合だと回らないですよね。だから回りうる結合の数とか、不正ポイントが何個あるかっていう不正原子の数とか、あと水素結合のドナーアクセプターの数、二重結合、三重結合、リングの数、単構造の数っていうのです。で、なんだこんな別になんか大したディスクリプターじゃないと思っても、結構回転可能な単結合の数1個とっても、これの多い分子っていうのはフレキシブルな分子なので、多分そういうものは、ソリビリティ、溶解性とかに効いてきたりもしますし、そのエントロピーに効いてくる物性とダイレクトに多分つながる重要な因子ですよね。で、キラルの数になっても、皆さんサリドマイドって知ってますかね。なんか、サリドマイドは毒になっちゃったんです、毒にもなるんですけども、それは何かというと光学異性体があったんですよね。それで、光学異性体があった上で、それが、まあ、毒になって出てきたわけなので、そういうキラルがあるかないかというのは何かすごく重要な問題なんですよ。次にですね、化合物の形に関する、記述子というのがあります。で、記述子は基本的に普通はスカラー量で表現することが多いので、こういうふうにこの化合物、1,2,3,4,5 炭素5個からがこういうふうに連結しているものの、なんか構造を特徴する量として、これもウィンナーさんという人が、発見したんですけども、ウィンナーインデックスというものです。これはどういうふうに計算するかというと、5つの原子があった場合に全ての原子のパス長を足します。パス長というのはつながっているものです。簡単にやってみましょう。1から見て2は1、3は2、4は3、1,2,3で5は2ですよね。だから 1+2+3+2 で次2に移ります。2から3は1、2から4は2、2から5は1、1,2,1 ですね。で3から4は1、3から5は2、だから 1+2 で4から見たら、1,2,3ということで18という、これが単構造なのかの状況が変わるので、どう分岐しているかということで、同じ炭素が5個でも、値が変わります。これがウィンナーインデックス。逆に、この問題は、18はどういうトポロジーですかという逆が算出できません。構造からある値が出たとしても、値から構造には逆算できないので、これはちょっと難しいですね。しかし、同じ分子組成、原子組成でも、形が違うんだよということに関しては、数値によって識別ができる。もちろん透過のものも出てきますけども、これウィンナー指標と言います。で、もっと面白い指標がカッパー形状指標というものがあります。これ、頑張って説明しますので聞いてください。ある、原子4つ4原子でできているある何かリアルな分子がありますね。で、この分子が極限構造から見てどの辺に位置しているかということを示す指標です。はい。それで極限構造というのは何かというと、4原子が最もパックしている、ギュッてなっている状態というのはどういう状態かというと、こういう状態です。密集している。で、密集しているというのは自分自身とそれ以外の原子に全て結合の手が伸びているということを想定します。で、これ Pmax って書いてますけども、Pmax の数は A はこれ原子数です。原子数から
例えば4ですから 4×4-1 だから432を6、2だと6ですね。1、2、3、4、5、6ですから4原子からなる最も密になった状態の結合数は6です。それが、Pmax6 なんです。では一方で4原子からできているので一番ダラーンと伸びきっている状態、これ何かというとこういう直鎖状のものですので、これは原子から1を引けばそのボンド数になります。これが Pmin だから、ギュッと詰まっているのかダラーンと伸びているのかっていう状態の2つの極限状態の中で実際の4原子のからなる自分の見ている分子がどの程度分岐していて、どの程度こう直鎖状になっているかというバランスを見るために、この P1、P 型1、この P のこの、状態が本当のリアルな今自分が見ている分子の中で観測されるボンド数です。ですからそのボンド数の事情を最大と極限と、極限のマックスとミンの掛け合わせた状態で割ることで、どっち寄りのこう状態か、極限が密にこうバルクな状態の構造なのか、割と直鎖状の構造なのかということのバランスの比を見ることができます。これをカッパー形状指標といいます。実はこれでこうなんかこう、例えば脂質みたいなものなのか、ヘムみたいなこう割とこう硬いものなのかというのは、実はこういう指標で結構分かったりするんですよ。で、今日はあんまり時間がないのでしょう、紹介しませんけど、ディスクリプターって世界中で集めると300ぐらいいろいろあります。いろんな人が勝手にいろんなディスクリプターを作っている、それぐらいバラエティがあって、こんなことがあってもおかしくない。これはむしろメジャーな指標ですね、カッパー形状指標、こういう指標があります。で、あともう一つポーラーサーフェスエリアっていう指標もあります。これは結構、化合物の物性と密に関係している指標でして、脳内にどう行くかとか腸管吸収に、よく効いてくる指標です。で、単純です。分子表面中の中で酸素、窒素、硫黄、リンの占める表面積の割合です。ポーラー極性原子ですから、例えばこう3次元構造があったときに、化合物の3次元構造があったときに、この中で表面に出ている先ほど言った ONSP の原子が表面の中でどれぐらい占めているかという比を計算することで、それが何か化合物の物性を示すためのディスクリプターとして使われます。で、こういうディスクリプターで、このディスクリプターは、基本的に化合物の3次元構造があれば、それから表面積の計算で簡単にできます。しかし、それだと全ての化合物が3次元構造を持ってないとこの計算は、できませんので、この問題点に着目したノバルティス、聞いたことありますかね、大手の、メガファーマですけども、ノバルティスが3次元構造がなくても2次元座標だけで3次元構造にほぼ近い値を推測できないかということを2000年にチャレンジしまして、これで成功した結果、トポロジカルポーラーサーフェスエリアという新しい指標ができました。で、彼らはどういうことをしたかというと、この構造、ある構造が与えられたときに3次元を作ってリアルな、PSA ポーラーサーフェスエリアを算出しておきながら、一方で化合物のバラバラフラグメントにバラバラにして、フラグメントそれぞれのポーラーサーフェスエリアを計算して、それをこう足すことでこれに近づくような係数、マジックナンバーを、それぞれにこれとこれを足す場合はこういう補正項が必要だということを調べ尽くして、大体ほぼ3次元で、観測したときと2次元で観測したときの見積もったときの値がほぼ同一になるということを、確認しました。こうすると3次元構造がなくても、こういう平たい2次元構造からでも3次元構造で推測できる、極性表面の比率を見つけることができたわけです。
だから、この化合物のバラバラにした、バラバラにそれぞれに関しては3次元構造のポーラーサーフェスエリアをもう、計算しておいて、それを積算するときの、係数決定っていうのを、ノバルティスが行ったわけです。そうすると本当にこの構造だけで算出できるということで、広く使われるような、ディスクリプターになりました。あとは、3次元構造があった場合に使われるディスクリプターとしては、皆さんよく知っている完成半径であったり、先ほどのウィンナー指標、パス長で計算しましたけども、パス長じゃなくて3次元上の距離を使って、それに置き換える 3D ウィンナー指標などがあります。はい、あと、ディスクリプターの最後の、例として表現す、説明するのがログ P です。で、先ほどからログ P、ログ P って出てきています。これは何かというと、化合物の、疎水性、浸水性を表す値です。で、これは実は実験値なんですね。で、どういうふうにするかというと、フラスコを用意します。で、フラスコにオクタノールと水を半分半分入れます。で、そこに測定したい化合物を入れまして、シャカ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 振ります。フラスコ浸透法って言いますけども、振って、ポンって置いて、半日一日置いて、化合物がどっちの方の層にこう分配されるかということを、分配係数を見て、化合物の疎水性値を判断します。ですから、本当の 6P を知りたければ、皆さん一生懸命フラスコ浸透法をしなくてはなりません。で、一応実測値の収集というのはずっと継続的にされていて、今、少なくとも3万化合物については実測値があるんですね、フラスコ浸透法の。でも、先ほど言ったように10の60乗個の可能性を考えると、3万構造のフラスコ浸透法によって得られた実測値 6P というのはほとんど役に立ちません。なので、我々は計算機でなるべくこうフラスコを振らずに疎水性値を見積もることができたい、できればいいわけです。それで、我々は、こういう実際にコンピューターで作った化合物のログ P を実測するため、予測するために、この約3万化合物、ちっちゃなフラグメントの実測値を使って、それをどう積算して、本物のリアルな化合物の 6P に展開するかという方法を、昔から、取り組んできました。で、先ほどのポーラーサーフェスエリアの、考え方と一緒で、要は実測値の持っている個々の原子とかフラグメントの 6P をどう大きな分子に積算したときに補正法が必要かという問題なんですけども、これに関して、フラグメント OH とかですね、ベンゼンとか、そういう、ある程度まとまった官能器レベルで実測値を持っている 6P を足して全体の 6P を出すというフラグメント法という方法と、いやいや、フラグメントじゃなくて原子レベルで積算しましょうというアトムコントリビューション法という2つの方法があります。で、それぞれにどういう補正法を合わせれば実際の大きさの実測値で想定されるような6P が予測できるかということが随分もう、手法として成熟しています。ですから、こういうキニチジンという分子が与えられるときに、フラグメント法の場合は7種類以下のフラグメントに分割して、それぞれフラスコ浸透法で実際に持っている実測値を用意して、それに、補正項を足して実際の 6P を出します。この場合 2.757 で、これを同じ方法をアトム法でやると全部こうバラバラにして、カーボンでもどういう状態にあるカーボンかということで、それぞれのログ P を持っていて、それを積算して差し引き 2.852、 さっきと若干違いますけども、ほぼ同じようなログ P 値をどちらの方法にしても、予測することができます。なので、今や計算機で化合物の構造式が与えられれば、化合物が溶けやすいか溶けにくいかということを示す6P というのは、コンピューター上で予測することができるということになります。ただ、注意してほしいのは、世の中には計算の 6P を信じない人もいます。だから、皆さんが多分将来こういう業界に入ったとして、あ、この化合物の 6P は何ですよって言ったときに、これ予測実測って聞く人がいます。これは覚えてください。ログ P というともう計算方法として確立しているので、ついついもう実測とこう、ほぼ同じようなものだと考えてしまうんですけども、やっぱり実測じゃないと信じないという研究者がいます。
はい、だからログ P って言ったときに実測なのか予測なのかというのは両方あるということを覚えているんです、はい、ということで、これ2回目登場するスライドですけども、こんな簡単な、ディスクリプターだけを集めたとしても非常にお薬かお薬にならないかっていう非常に大事な分類解析に使えますよね。だからディスクリプターは簡単なものでも集めて使うと非常に化合物の何かを予測する重要なパラメータになります。はい、で、これも、実は2回目に出てくる図なんですけども、同じようなことを、簡単なディスクリプターを使って天然物と人が作った合成化合物と本当にお薬としてうまくいったものをディスクリプターをたくさん使って主成分分析をすると、最初の講義の、出てきた、その主成分軸を使えばケミカルスペースというのが書けます。天然物のスペース、上司している薬品のスペース、そして人間が一生懸命、ロボットを作って使ったスペースということで、こういう広い化合物の特徴を調べるものにもディスクリプターを使います。で、そうやって見たときに、この軸の因子ですね、主成分分析の軸の因子を調べれば、あ、やっぱり天然物とか上司している薬品にはキラルの数が違ったんだねとか、方向間の数が違うねっていうふうに、因子解析ができるので、我々薬品に向けてどういうディスクリプターを生かす化合物を作ればいいかというふうに設計のヒントも得ることができるわけです。で、これをもう少し多次元に展開することができます。これは、ドイツの、バジュラス先生という方が、考案した方法ですけども、先ほどは、ケミカルスペースを見やすくするためにあえて異次元の軸で主成分分析しましたけども、いやいやそうすることはなくて、もうダイレクトに必要なディスクリプターがあったらそのディスクリプター分の次元軸で一つの化合物を表現するんですね。分子量、ログ P、カッパーインデックスっていうふうに多次元空間で化合物をポンと、プロットすれば、他の化合物も同様に、ディスクリプター計算できるので、そのディスクリプター必要なディスクリプター分の N 次元の空間で、そう、分子と分子の間のユークリッド距離が測れますよね。そうすると似た分子、似た属性を持っているというものはユークリッド距離が近いはずなので、そういう化合物の骨格そのものではなくて分子量とかログ P とかドナックセプターの数といったディスクリプターの集合体としての空間位置で似ているものを探すと、割とそのケミカルストラクチャーとかファルマコアにとらわれないもう少しこう大雑把な物性で似たものっていうものを、ユークリッド距離で簡単に検索することができるので、よりこう、なんだろう、こうリードホッピングとか、スキャホルドホッピングに結びつくような化合物が見つかってきます。ですからこれはもうディスクリプターをダイレクトにメジャーメントに使って、測るという方法です。はい、で、だんだん下の方に降りてきました。今度はシェイプシミラリティサーチということで、ディスクリプターよりももう少し、形に基づく方法で、これはもう手法として簡単です。タンパク、化合物で比較したい化合物を、単純にこうガウス表面で、表現しまして、その中で、表面の電荷分布などの分布もこう、表面のパッチ情報として与えます。で、それを使って2つの比較した微分子間でどれぐらい表面のオーバーラップがあるかという、このオーバーラップの、スコアを谷本係数で計算して、この2つの分子の、類似度を測るというものです。で、どういうふうに測るかっていうと、比較したい分子のまず重心を決めます。で、それは一般的に質量重心を使います。で、質量重心を使ってこの化合物の持っている感染主軸っていうのを、この化合物のこう楕円体分布で、感染主軸を決めます。で、感染主軸を決めた状態で、質量重心を合わせて感染主軸の軸に沿ってこうどっちかの分子を回します。こうで回しながら、2つの分子の
ガウス表面がなるべくオーバーラップするところになるように軸の回転の最適化を行って両者を重ね合わせるという簡単な方法です。でこれによって何かこう形状が似ているものでだから中身の骨格は問わずに形状が似ているものっていうことで、似た分子を探すことができます。で似た形状を探すっていうことはイコールタンパクのポケットが多分こうなってるんですよね。だからまあ暗にこうタンパクのポケットをこう想定しているようなものですね。だから化合物として似た形状を持つっていうことは同じようにポケットに入るだろうということを期待してこういう検索をします。でこれで一番遠くのものまで探すということで、似てるもの、激似のものを探すという方法からやんわりと似てるもの、そしてすごく、形状だけの類似性を頼りに探すという、まあ、こういういろんなレベルで、リガンドベースの検索を行われているということが、言えます。それではここからですね、最後2つ、割と応用的な話をして、終わりにしたいと思います。まず1つ目、バイオインフォマティクスとケモインフォマティクスの融合による副作用検証研究です。はい、これから紹介するのは、アメリカの UCSD のフィリップ・ボルンという、非常にタンパク質の研究で有名な研究者が、プロスワンという論文に、じゃあプロスコンピューテーショナルバイオロジーという論文に2009年に発表したものを紹介します。でこれはどういうことをしたかというと、セットピー阻害剤という化合物の副作用がなぜ起きるかという副作用をの原因となるタンパクをバイオインフォマティクスとケモインフォマティクスで同定しましたよという話です。で、これから、ちょっとセットピーの、ことを紹介しますけども、まず、皆さんコレステロールには悪玉と善玉があるというのはご存知ですね。でこれはこれも皆さん知ってるかもしれません、コレステロールに悪玉、コレステロールが善玉ってことはないんです。それのキャリアタンパクが悪玉か善玉かということです。で、図に書いているように、肝臓と末梢組織の間ではこのキャリアタンパクに乗ってコレステロールが輸送されます。で肝臓から末梢組織に行くときに乗る、低比重リポタンパクとか超低比重リポタンパクのことを LDL、VLDL ということで悪玉と呼ばれています。でこの悪玉の、輸送タンパクコレステロールが乗った状態で非常に酸化されやすいことが分かっています。で酸化される LDL はマクロファージの大好物でして、マクロファージは、また、厄介なことに、満腹中枢を持っていません。だからパク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 酸化した LDL を食べます。食べて食べて食べてマクロファージ最後爆発します。爆発すると今までお腹の中に溜め込んでいたコレステロールを含む LDL がこう組織のあらゆるところに散らばります。そうするとコレステロール分子がお体のあらゆるところにこう散らばってしまうためにあまりいい、体内にとってはいい現象になりません。で通常はあと末梢組織からコレステロールが肝臓に行くときというのは、HDL という善玉高比重リポタンパクに乗って、肝臓に届けられます。で生物はいろんな意味でこう、転写機構、正規機構を持っていて、この2つの間にセット P というタンパクが実は存在することが分かっています。でこれを何をするかというと、ある制御機構の一環としてせっかく善玉に乗っているコレステロールを悪玉に渡すという、不思議な役割をするタンパクがあります。でこのセット P を持っている、セット P の存在を知った上でセット P の遺伝子が、何らかの問題によって失活している方、日本人だったんですけども、セット P の機能しない日本人というのはなぜかコレステロールが善玉が多い、つまり健康な状態が多いということが分かりました。これを突き止めたファイザーが、じゃあセット P というのはもともと悪玉にコレステロールを渡すものだから
セット P が失活すると、そういう悪玉に余計に渡るコレステロールが長くなるので、基本的にコレステロールが正常の方に、なってきます。なので、じゃあセット P の遺伝子をこうノックアウトするというのは難しいから、セット P だけを阻害する医薬品を作れば、セット P を持ってない、その遺伝子としては異常なんだけども、正常な健康状態を保つ人間と同じような効き目があるに違いないということで、ファイザー製薬が、このセット P 阻害剤で高コレステロール薬を目指して、開発15年、8億ドルを投資して作ってきました。でこれが、トルセラトビルと呼ばれるものです。しかしこれは、高血圧がフェーズ最後の段階に出てきてしまいまして、開発が中止になりました。でこれがダイレクトな影響かどうかわからないんですけども、少なくとも、名古屋の研究所がなくなりました。ファイザー製薬撤退しました。世界中でも、いろいろファイザー製薬がこう研究所を撤退した一つの理由はこのセット P でこけたっていうことが言われています。でこの問題、なんで高血圧の問題が出てしまったのか、オンターゲットとしてはセット P を狙ってたのに余計なところまでくっついてしまったんです。これを、今から紹介するフィリップ・ボルム先生がゲノム解析を使って高血圧の原因を、調べたという話をします。で彼、それが、その話を始める前に、ちょっとおさらいですけども、医薬品そのものというのはあんだけストラクチャーベースでリガンドベースで探したとしても、やっぱり、そういった化合物のうちの 35% は違うタンパクにくっつくんですね。つまり、先ほども言いましたように化合物っていうのはアナロジーの世界ですので、似たようなポケットがあればそこにもどんどん入り込みます。ですからプロテインファミリーが違っていても、たまたま違うポケットを持っている他のタンパクがあればそこに吸い込まれるように入っていきますので、結構複数のタンパクにやっぱりくっついちゃう。でましてや、GPCI のために作った薬なのにイオンチャンネルにくっついたりとかというふうに、タンパクのファミリーを超えて複数のタンパクにつくような化合物さえあるということで、こういう問題というのは医薬品候補が開発中止になる一番、原因の3分の1と言われています。こういう本来狙ってないタンパクにくっつくようなことをオフターゲットと言います。一方で目的を持ったターゲットタンパクというのをオンターゲットというんです。で、これは一つの化合物が複数のタンパク質と相互作用するという現象を意味しています。で、これはでも決して悪いことだけではなくて、初めに狙いで作ってた化合物の薬効とは別に思わぬポジティブな副作用が出てしまうということはあって、それは医薬品を開発したメーカーにとってはハッピーなことで、適用拡大とかですね、追加承認をするわけですね。こういうことにも効くようになりましたと。ですからオフターゲットっていうのは、まあ、必ずしも悪いことだけではない。まあ、時折こういういいこともあるわけです。さて、こういう、まあ、オフターゲットの話をした上で、この論文の、概略を紹介します。まず何をしたか。フィリップ・ボルンのグループはヒトゲノムを集めました。でヒトゲノムを集めまして、そこから遺伝子のコーディングリージョンを決めました。遺伝子発見ですね。で遺伝子発見をした上でアミノ酸に、展開した後に、立体構造をなるべく集めました。結晶構造も使いますし、結晶構造が取れない場合はホモロジーモデリングなどをしました。これで約 57% のタンパクの立体構造を集めました。多分残りの 43% はラクタンパクとかそういうちょっとなかなかモデリングでも難しいものだと思います。で、これを全部モデルを作りまして、一方でファイザー製薬がターゲットとしていたセット P というタンパクは立体構造が分かっていますので、セット P が、コレステロールをキャリアしているであろうこの、コレステロール認識部位、この緑で示しているこのポケットの情報をクエリにして 57% を用意したタンパク質の立体構造の中でこのポケットと似たようなポケットを持っているものがないかどうかということを探しました。探して絞った上で最後に結局開発が中止になったトルセラトピクが本当にポケットに入るかどうかというドッキングシミュレーション、講義の途中で話しましたね。ドッキングシミュレーションをして結合エネルギーを評価したということをしたんです。これが全体の流れです。
で、なんでフィリップ・ボルンがこういう仕事ができたかというと、フィリップ・ボルンは、多くの仕事をしてますけども、彼のある、評価を受けている仕事の一つに、こういう活性部位の表面比較の仕事を2007年に発表してるんですよ。で、どういうふうにしてるかというと、タンパク質の活性部位に関して、この活性部位の周辺の Cα 原子の濃度でそれをつなぐ関係をエッジとして、この活性部位の周辺のポケットの情報をグラフ理論で表現するということに成功していて、これによって似たポケットを持っているものを他のタンパクから探しに行くということが、2007年にすでに要素技術としてフィリップ・ボルンのグループは持ってたわけです。ですからこれを、先ほどの問題セット P をクエリとした問題に置き換えて検索をしたと。すると、204構造が実際に、セット P と同じポケットを持っているタンパクとして同定されました。で、この204タンパクっていうのは実際に、機能を見てみると大きく6つのグループに分類されることが分かりました。拡大受容体であったり、リピットのトランスポーターであったり、ファッティアシッドバイディングプロテインであったり、アンチゲンリコグニッションドメインとかであったり、まあ、こういう6つのものが出てきたんです。で、ここまで来て初めて、彼らは、トルセラトピルをその、セットピーと似てると検出されたポケット表面に関してドッキングをしました。すると一応似てるポケットが見つかったものを集めてきたんですが、実際にトルセラトピルをドッキングすると表面、つまり左ですね、ドッキングすると強くくっつくものもあれば大してくっつかないものも実はあるんですよ。エネルギー値にこう分布が出ました。で、彼らは強くつくものをこの赤で示した、で、まあまあマイルドでつくものを、紫で、全くつかないものもあったよということで、こういう化合物の効きの強さというものをドッキングシミュレーションでこう識別しました。で、一方で彼らはこのポケット検索で見つかってきたようなタンパクがそもそもバイオロジカルなパスウェイとしてどういう、疾患に関係しているかということを事前に調査をしていました。で、この結果、血圧に関するもの、炎症に関するもの、がんに関するものっていうものが見つかってきました。そして、血圧に関するものを先に言うと、血圧に関するこういうラスシステムっていう生体内のシステムでは6つの核内受容体が集まって、それをアップレギュレートする、強める。で、VDR っていう核内受容体に効くとつくと、それはダウンレギュレートするっていう関係が分かっていました。この調整機構でラスシステムで血圧が変動するということが分かっていたのですが、それで実際に、トルセラトピブを彼らがヒトゲノムから集めてきたモデルに対してドッキングした結果はどうだったかというと、トルセラトピブは RXR、PPAR-α、PPAR-δ、γ の4つにドッキングスコアとして非常によくつくことが分かりました。この4つ強くつくってことはアップレギュレートするこのグループと一致しているんですね。一方で同じ核内状態でもドッキングシミュレーションで全くつかなかった、これ破線はつかなかったことを意味してますけども、全くつかなかった VDR、 これはダウンレギュレーションする方に該当していて、トルセラトピプはですから一方的にガスシステムをアップグレードするものだけを、アップレギュレートするものだけにこう強力につくっていうことと、ダウンレギュレートするものにつかないということが分かったので、上げる一方に効いてるんだということが分かりました。で、こういった関係、パスウェイをアップレギュレート、ダウンレギュレートするという関係を他の炎症系とかがんに関するパスウェイともと、そのドッキングのから見積もったエネルギーと比べてみたんですけども、その両者の制御機構と結合力の相関が取れたのは血圧に関するシステムだけだったんです。ということで、これによって、トルセラトピブはセット P だけではなくて、実はこの少なくとも4種の核内受容体にも同時に結合してしまって、それが一方的に血圧を上げるほど制御機構にも効いてしまって高血圧が出てしまうということで、これはまあ、結局開発が中止になった原因のオフターゲットはこの4つの核内受容体がまず候補として挙げられるだろうというふうに、完全に実験をせずに
バイオインフォマティクスとケモインフォマティクスでこういう副作用のメカニズムを明らかにしたということで論文に出ました。はい、なので、創薬インフォの応用例というのは必ずしも薬を作るだけじゃなくて、今後はこういうオフターゲットとかなぜ効くんだろうとか、なぜ漢方は効くんだろうとか、そういう多分メカニズムを知る上でも重要になってくるというふうに思います。なぜかというとゲノムの情報は増えてくるし、生態ネットワークの情報も増えてきているので、それにこういうドッキングシミュレーションとかケモの情報を入れていくと、多分そういう、化合物に対する生態のシステム機構っていうのが多分どんどん分かってくるんじゃないかというふうに、思います。ということで、一つの応用例として、こういう論文を紹介いたしました。では、これ随分早くなっちゃうな、はい、では、全部が、こういう創薬インフォマティクスで、ハッピーかというと、そうではなくて、まだ医薬品探索の中でインシリコ技術を使う上で問題となっている問題があります。これを、皆さんへのこう、なんていうか、長期的なホームワークとして提示して、講義を終わりにしたいと思います。で、どういう問題が残っているか、今、いろんな製薬会社さんに聞くと、おおよそ、この2つの問題が今後の、医薬品開発で重要だけど、まだ分野として成熟していない方法として挙げられています。2つあります。フラグメントベースドラッグデザインという方法と、もう1つプロテインプロテインインタラクションの制御機構を探すという方法です。では最初にフラグメントベースの話をしたいと思います。このフラグメントベースっていうのは古くから一応問題としては上がってるんですよね。これは重要だというふうに上がってきてるんですけども、近年ですね、 X 線がバンバン取れるようになってきて、よりフラグメントベースを使っていこうというふうな機運が高まっています。国内でいうと、アステラスがもうぶっちぎりでフラグメントに力を入れる印象があります。実際は分かんないですよ。ただよく論文とかも出ています。さて、このフラグメントベース、これまでの従来のドラッグライクコンパウンド、化合物のほぼ仕上がったサイズからバーチャルスクリーニングとかスクリーニングを始めた時のものと何が違うかを説明すると、これまでそこそこドラッグライク500分子量が500ぐらいですねのものは、薬効があったとしても実はタンパクトのメカニズムを見ると、こういう入ってるところもあれば実は完全に型にフィットしていない、多分こういう状態でそこそこの効きを持っているものが見つかってきてるんじゃないかっていうのが、これまでのドラッグライフコンパウンドの、スクリーニングの結果の解釈です。で、本来この上の図に比較して、それぞれのくぼみローカルに密にフィットしたフラグメントをここに見つけてあげて、それをこういうふうにリンキングでつなげることができれば、スタートとしてはこことしては弱いものでも、それが最終的に分子コードが一般的な分子サイズになれば、ここの上のこうきちんと噛み合わない、そこそこ噛み合っているような分子でもはるかに高活性度かけないにフィットしてますので、こういう最終的には非常に薬効の高い分子が見つかるんじゃないかなということが期待されます。ですからフラグメントベースというのは、非常に重要だということが言われています。あと、ケミカルスペースを探索する、ケミカルスペースの分子量が大きくなればなるほど、ケミカルスペースと大きくなるか、こう探しに行くこうプールが大きいですね。でもフラグメントってたかだかこう分子量300ぐらいで便然に何かが生えているようなものなので、そもそもケミカルスペースってちっちゃいですね。ちっちゃいからスクリーニングする量も少なくて済むし、あとはそれを組み合わせればいいだけの話なので、非常に探索空間も実は、現実的に全てを網羅できるという、利点を持っています。で、この、図をちょっと書いてますけど、今度は、右の下のグラフを説明しますけども、これは横軸がナンバーオブヘビーアトム、いわゆる分子の大きさだと思います。で、縦軸は、マイナス 6IC50 って書いてますけども、これは活性の強さ、上に行けば行くほど活性が強い、横軸は右に行けば行くほど分子量が大きくなる。で、元々の、
そこそこの分子量からスタートするような、薬品の探索では実はこの右上の図で示したように完全にフィットしていない状態から一生懸命活性を上げる努力をしがちですから半分、リガンドのエフィカシーとしては悪い状態を保ちながらどうも、化合物のリードオプティマイゼーションをしなくてはいけないという現状はあるのに比べフラグメントっていうのは初めの段階で分子量が低くて高活性のものからスタートするので無駄な誘導転換をせずにすごく王道を行く、高活性分子にこうオプティマイゼーションできるんじゃないかなっていう利点があるわけです。でアプローチとしては X 線を使ってダイレクトにこうフラグメントがどこについたのかを見るという方法とか NMR を使うという方法があります。でここでいうフラグメントの、定義というのは大体分子量が300以下でドナーアクセプターの数が3以下というふうに言われています。でこれがなぜインシリコで、今後の課題になっているかというとこれ、フラグメントベースの方法の手順ですけどもフラグメントベースというのは最初にある候補となった表活性ポケットのよりローカルなくぼみに入り込むフラグメントをこのように探しに行きます。しかしそもそもコンピューターでタンパクとリガンドのインタラクションを測るときにインタラクションのこう数がもともとの大きい分子に比べて少ないですよね。だからすごくバインディングエネルギーがちっちゃく見積もられるんです。当たり前ですね。分子が大きければそれなりにこう稼げるんですけど分子がちっちゃい分、分子あのドッキングエネルギーも稼げないのでそういう弱いドッキングスコアのままでどれが優位なフラグメントか本当に強くついているフラグメントかということを従来の、ドッキングスコアだけではほとんど判定が困難だと言われています。ですからあの今日前半で紹介したドッキングシミュレーションとかも、分子が大きければ大きいほど信頼性が増すんですけどもだんだん小さくなってくると、どのようについてそれがどれぐらいのキロカロリーパーモルなのかということはだんだん見積もりが困難になってきます。だからインシリコで現状のソフトであろうとすると結構なかなか精度が難しいというのが問題点です。で次にフラグメントが見つかったとしてもそれをリンキングする、例えば三角と四角と丸が見つかったときにこういうヘテロな6因間で、結びつけるとい う, こう図を書いてますけども、このリンキングの部品を探すというのが結構大変です。でコンピューターでさえ使えばこの3つのリンキング、リンカーフラグメントというのは簡単に見つかるんじゃないかと皆さん思うと思いますが、実は見つかります。簡単に見つかります。で簡単に見つかるんですけども合成して活性を測ったら活性が下がるんですね。普通 1+1+1 だったら3以上になると思いきやこれでリンキングでつないだがために活性が元々のフラグメントと変わらなかったり足してもよくても2ぐらいになったりというふうに結構不可解なことが起きます。でこの不可解なことが起きるっていうことを人々は実はまだ理解してないんですね。なんでコンピューターで完璧にリンキングを作ったのに合成するとダメなの。でこれはなぜかというと多分タンパクに入っているときはの状態でフラグメントを定着してリンカでつなぐっていう作業をやったとしてもそれがタンパクから外れた状態オフの状態のときに果たしてどういう化合物がコンフォーメーションを持っているか分からないですね。この リンカが入ったおかげで実は化合物として違ったコンフォーメーションを取っててそいつの方がそのタンパクにつく前の溶液中でのコンフォーメーションが妙に安定でそれがゆえにタンパクにやってきても本来タンパクのついた時に取ってほしいコンフォーメーションを取らないでいるということが問題であったり実はフラグメントをつけたおかげでタンパク質がこう拒絶反応を起こして違う形を取り始める、つまりタンパク質が揺らいでますので3つをつないだ瞬間にタンパク質がこうパーンと弾くようなことが起きるんですよ。これは、ノバルティスっていう会社がの人がやっぱり同じようなことを言ってて、ただつなげるだけじゃなくてタンパク質のこうハーモニックな動きにこう裏切らないつなぎ方をしてタンパクの動きと強調した化合物の動きを持たせるようなリンキングをしないとやっぱり足しただけではダメだというふうに言ってました。でやっぱり今までのドッキングシミュレーションも含めてタンパクというのはどうしても硬いものだとして
定義して、計算することがほとんどなので、今後はやっぱりタンパクも動かしながらフラグメントをつなげるためにどういうリンキング構造がいいかってことを考えないとここは打破できない。だからリンキングで失敗することがほとんどです。なので実はこの FBDD、戦略は単純なんですけども、コンピューターでやると非常にまだ問題があるってことが分かっています。ですから今後こういう分野に興味のある方はぜひフラグメントベースの完璧なインシリコストラテジーっていうのを立ち上げればすごく、産業界に大きなインパクトを与えることができると思います。で実は私のラボでもこのテーマは、ある製薬企業と一緒に取り組んでます。結構でもやっぱ難しいです。我々がコンピューターで作ったものを合成して企業でやってもらってもやっぱ活性がなかったとか結構ショックなことがあるんですけども、まあ、くじけずに今やってます。では、次にですね、もう一個の、問題、プロテインプロテインインタラクションの問題を、皆さんにこう問題として投げかけて、終わりにしたいと思います。でこれまでの、創薬、今日講義でも紹介した創薬というのは実は一分子機能、1個のターゲットを持ってきた時のその分子のレセプターとかエンザイムとしての活性を化合物で制御する、こういう話でした。でも、今次世代の創薬と言われているのはこっち側ですね、プロテインプロテインインタラクションを止める、ここのタンパクの酵素活性は生かしたままインタラクションを止めるという問題に着手します。これは、ガンも含めこういうプロテインプロテインインタラクションによる情報伝達があらゆる疾患に影響を持っているということがまず重要なことであり、なおかつ、少しネガな言い方をするともうこういう一分子創薬 はもう世界中がやり尽くしてもう今やテーマとして残っているのはもうこれしかないとという、そういう産業界の勝手な都合もあります。でもこいつを抑えることができれば本当に市場がまた広がるので、こいつはもう今いろんな製薬企業が次世代の創薬として抗体薬とかそういったものと並んでプロテインプロテイン阻害医薬っていうのを今、一生懸命世界中でやってます。では、プロテインプロテインインタラクションどういうものか皆さんにちょっと紹介します。これはある2つのプロテインプロテインインタラクションの構造を示しています。インターロイキン2とインターロイキン2レセプターの構造です。で水色がインターロイキン2でインターロイキン2レセプターの方が、紫のものです。これは、このようにある、タンパクの表面を使ってインタラクションしています。で実はこのインターロイキン2幸いにもですねインヒビターが取れています。どんなものかというとこういうインヒビターが取れています。ここに化合物がくっつくことで先ほどの紫のレセプターがくっつかなくなります。でこのです、インヒビターのつき方見てほしいんですけども、こういう形でついています。つまり、講義の最初で話したようなもう懐かしいですね、エミール・フィッシャー先生の図を出しましたけども、ああいうもうザ・くぼみみたいなそういうところに鍵が入るっていうのではなくて、むしろなんかこれくぼみなのっていう、ただの表面にこうだらーっとついてるんじゃないのっていうような、全くロッカードキーの概念をとは全く逆の、まあ多少くぼみを使ってますよ、こういうものを使ってるんだけど、ほとんどこういうむき出しになってるところに化合物がくっつく、こういうものを探さないとプロテインプロテインインタラクションのインヒビターにはなれないんですね。これは難しい、過去のドッキングの概念とかが通用しないんです。でこれを証明するかのように、ある研究者がこれまで分かっているタンパクと一般的なドラッグ、一分子標的阻害のドラッグがタンパクから見た時の候補ポケットにどうやって結合しているかということを示しているのが左側のやつです。でこのポケットの色分けを見ますと、このポケットの色分け1から10ありますけども、ポケットのランクが、ランクの高い方、だから1とか2とかはドラッカブルポケットらしいランクに対応します。するとそれを考えた上で、左の図を見るとやっぱりこれまで分かっている医薬品っていうのはこうお薬さん入ってきてくださいと言わんばかりのポケットにちゃんとお薬が入ってきて薬効を示すものがほとんどだ
ということになります。で、一方、右側です。まだ世の中としてはプロテインプロテインインタラクションのインヒビターなんて取れてませんので、数は少ないんですけども、それでも幸い結晶構造があるんですね。で、結晶構造を見て、そのインプロテインプロテインインタラクションインヒビターがくっついている周辺のポテンシャルポケットを一応こうやって表現するんですけども、多少ポテンシャルポケットを使っているものもあるんですが、全くポケットを使ってないところに感応器があったり、この JJKL 版でも構造でポケットを無視してますよね。完全に無視したポケットのないところになぜか化合物が吸着してる。こういうところを狙っているところを見ると、通常のドラッカブルポケットを探したからといってそこに化合物を貼っつければいいというとそうでもない。結構ポケットとは関係のないところに化合物がつくってい う, こう意味不明な、これまでの概念で言ってしまうともう理解できないようなくっつき方をする。これがプロテインプロテインインタラクションのインヒビターを、開発する上で問題となっているところです。ですから人間は今まで黒帯になっているものに関して化合物の結合エネルギーを測ることにばかりこう頑張ってきたんだけども、今後は明確のくぼみじゃない、むしろこうなだらかな表面に化合物をどう吸着させるかってことをもう一回基本からやっていかないと、プロテインプロテインインヒビター用の阻害剤というのは多分見つかることができないだろうというふうに言われています。それで、この統計量が最後のスライドかな、紹介しますけども、一番左の上プロテインリガンドで、下の度数部分、ナンバーオブポケットオキュパイドと書いてますけども、このプロテインリガンド、このリガンドっていうのは内在性リガンドです。ATP とか、生体内で普通に正常に持っている天体分子物質が、タンパクと結合するためにポケットを何個使ってますかって。で、大体もう1個なんですよ。ATP とかで代表されるように、ADP とか NAD とか1個。で、それを人がミメティックしてドラッグとして ATP に変わるような競争阻害とかを作った場合に、人はポケットを自由にコントロールできるので、1個ではなくて隣にあるちっちゃいポケットを回して作るとかいう2個3個っていうふうにコントロールできています。で、プロテインプロテインインタラクション、これはタンパクとタンパクがリアルに噛み合ってるところをベロッと剥がして、噛み合ってる面でポケットを、ちっちゃいポケットを何個こうお互い噛み合わせに使ってるかっていう統計量が、右の一番上です。結構たくさんのこうサブポケットやっぱ使ってるんですね、噛み合わせに。で、下は、プロテインプロテインインタラクションのインヒビターとして世の中で分かってるものがどんだけのポケットを押さえてるかっていうと、1個押さえてるところじゃなくて、やっぱ3個か5個、多いものは7個9個のポケットを1分子がこうペプチドのようにこう伸びて押さえているっていうことが分かってます。ですから、これまでの1個のポケットを充填すればいいっていう問題であって、もうマルチなポケットを、さっきのフラグメントベースでリンキングが大変だって言ったのに、もうそういうことをもう満たさないとプロテインプロテインインタラクションのポケットも埋めることができません。で、製薬企業さんによってはフラグメントベースを使ってプロテインプロテインインタラクションのインヒビターを作りたいという難しい2つの難問を抱き合わせて作りたいという希望を持っている製薬会社もいるぐらいで、なかなかこの2つの問題というのは、ターゲットとしては面白いし、でも技術としてはまだまだインシリコでは、完全に成熟していない分野、むしろ X 線で取っちゃいというグループの方が早いですね。インシリコは役に立たないから、フラグメントベースとかはプロテインプロテインインタラクションを実験して X 線で付き方を見ちゃえって言ってるぐらいな、まだ段階なので、しかし一方でインシリコでやっぱりこう絞り込みをしたいってことはどの会社も思ってるので、これから多分この辺の分野というのが競争が激しいし、我々の研究、まあ、アカデミアで研究してる人間もこの辺りの要素技術をちゃんと確立していきたいなというふうに思っています。ですからこの2つ、皆さんがもし万が一こういう分野に興味を持っていただけるとすれば、この辺りにぜひ、テーマに取り組んで何かブレイクスルーを見つけてほしいと思っています。はい、以上で、創薬インフォマティクスを用いた、医薬品探索、非常に限られた時間でしたけども、おおよそ概要と問題点、キーワードになるような言葉は皆さんにお伝えできたんじゃないかなというふうに思っています。